皆さん、こんにちは。大江菜々美です。今週もやっていきたいと思います。今週読んだミステリー小説4冊ご紹介していきたいと思います。はい、ということで、前回ねご案内させていただいていた通り、今週は作業の作家さんとミステリーというテーマでご紹介していきたいと思います。それでは早速いってみましょう。はい、ということで早速1冊目からご紹介していきたいと思います。1冊目がこちらです。スイッチ悪意の実験、塩谷健さんの講談社文庫さんから出ている作品になります。こちらのスイッチ、結構書店さんとかで行くと名誉記っていったあの表紙をね見せて並べられていることが多い作品で、ずっと気になっていたんですが、すごくお手頃価格で古本で手に入れることができたので今回は読んでみました。で、読んでみたら意外と思ってたのと違くて、私の想像ではデスゲーム系を想像していたんですけど、小雪さんと呼ばれる方が、まあ、あるアルバイトに友人たちと応募をします。そのアルバイトというものが1ヶ月間何もしなくても100万円を得られる。ただしスマートフォンにはあるアプリが入れられていて、それは押せばある幸せな家族が破滅してしまうスイッチが組み込まれているアプリなんですね。まあわざわざねそんな地雷を踏むようなことをするはずもないと思っていたんですが、ある日そのスイッチが押されてしまうというところから物語が始まっていきます。読んでみるとミステリーはこういうのもミステリーなのかなって思いました。まあちょっとグロさはあるかもしれないけれども、本当は密室とかそういうサスペンス系というよりは人間の心理を実験じゃないんですけど暴いていくような物語になっているかなと思います。読んでいてねすごく、まあちょっと分厚さはまあまああるんですけど、読んでいてすごくテンポよく読めるので、まあ読んでいてストレスはねないんじゃないかなと思うので、ぜひ読んでみてください。はい、では続きまして2冊目が紹介します。2冊目がこちらです。恋に至る病、斜線田由紀先生のメディアワークス文庫さんから出ている作品になります。でこちらの作品はですね、私最初買った時は、まあ、タイトルにある通り恋愛小説かなと思ったんですけど、この作品の後書きをピラッと見た時に、ある登場人物がどういう人物なのかっていう、その存在そのものがミステリーであるって書いてあったので、せっかくだし読んでみようと思ってミステリーだと思って読んでみました。まあ、ミステリー要素はあるんだけれども、まあ恋愛要素もあるお話になっていて、150人以上の被害者を出して日本中を震撼させた自殺をこう促すゲームがある巷では流行していて、それが青い蝶と書いてブルーモルフォと呼ばれるものでした。その主催者は誰からも好かれる女子高生だったんですけども、いかにして彼女がこの狂気じみたゲームをするようになって化け物となっていったのかっていうのを、ある男子ですね、男の子を交えて物語が始まっていきます。なんだろう、恋愛とサイコパスぐらい、なんか地獄じゃないんですけど、それはすごく掛け合わされたミステリーで、内容としてはこの密室とかそういうのを読む時のワクワク感ではないんだけれども、人物そのものが謎って言われているものを解きほぐしていくっていう物語になっていて、最後の最後の本当に2行ぐらい、本当に最後の2行でちょっとゾクッとするというか、ホラー要素も少しある物語だなと思います。全体を通してこの人物は何を考えているのかっていうのを読者に考えさせる、読者に推理させるという意味ではすごく楽しめるので、読者にね挑戦する作品が好きな方には面白いんじゃないかなと思うので、ぜひ読んでみてください。はい、では3冊目ご紹介していきたいと思います。3冊目がこちらです。鳥居の密室、世界にただ一人のサンタクロース、島田総司さんの新潮社さんから出ている作品になります。すいません、鼻詰まってるんでちょっと聞き取りにくかった、申し訳ないんですけど、こちらの作品はある面白い物件が出てきてて、家と家の間に鳥居があって、その鳥居の上の部分が家のところにほぼぶっ刺さってるみたいな感じで話があって、そこの物件に住んでいる、まあもしくはその周辺に住んでいる人物たちはある不可解な経験をたくさんします。不眠だったりとか、
見えないはずのものが見えてしまったりだったとか、まあそういういろんな些細なことが起きていて、サンタクロースが来る季節にある3人で暮らしていた一家で奥さんが亡くなってしまいます。その奥さんを発見したという旦那さんは、旦那さんのお姉さんに連絡をして子供を引き取ってほしいっていう連絡が来るところから物語が始まっていて、娘さんが密室の中で寝ていたということになってるんですね。で、そして彼女は寝ていただけだから何もわからない、小さい子供にはできるはずもないけれども、なぜ密室なんだろうということが謎として明かされていきます。ただこの謎を解くには、ただただ密室だけを見ていては解けなくて、登場人物たちの過去にも迫っていくというちょっと深いお話になっております。これ読んでいて、ちょっと昔の日本、東京オリンピックが最初に開催された時の話もちょっと出てきているので、その頃の日本の情勢がいかのものだったのかっていうのも伺えると思うので、ぜひ皆さん、人間的なその社会文化とかも合わせながら読みたい人にはとてもおすすめなので、読んでみてください。はい、ではラスト一冊ご紹介します。ラスト一冊がこちらです。犯人に次ぐ、雫石雄介さんの双葉文庫さんから出ている作品になります。で、こちらの作品は結構映画化も確かされていて有名な作品なんじゃないかなと思うんですけども、ある連続児童殺人事件、まあ子供が何人も殺されてしまうという事件が起こるんですね。これが起こるんですけども、その発端となる出来事としては、最初の本当5、60ページとかくらいは、ある男の子が誘拐されて、わしと呼ばれる犯人に2000万円を身の代金の代わりとして持ってこいって命令されて、彼らは何回もその電話を受け取ってはいるんですが、結局警察に報告したのは何回かその電話を受け取った後で、もう次は現場に来いと言われている時にやっと警察が動き始めるので、もうほぼほぼ警察は何も手がかりがない状態で、犠牲となっている誘拐されている子供を探し出して保護しなければいけないんですけども、何しろ手がかりが少ない、コロコロと犯人は次はここに来い、また次はここに来いっていう指示が変わっていて、最終的にある花火大会の会場を指定します。で、そこに、まあ、花火の見物客のように紛れ込む刑事たちなんですが、まあ、人混みが多くて、結局その身の代金を持ったお母さんが行くんですけども、それがなかなか見えにくい。で、花火が終わって見物客が帰ろうとした時に、そのまま刑事がいたら怪しいとなって見てみたんですが、なんかおかしいと思う、ある一人の刑事が思うんですよ。観客の中で様子がおかしいじゃないんですけど、服装とかも判断すると何かおかしいと感じて追っかけるんですが、逮捕劇は失敗してしまいます。記者会見でその追っかけていた刑事が弁明するんですが、まあ、世間一般には受け入れられないようなことが次々と起こっていきます。数年後、また被害者となってしまった男の子たちと同じような年齢の子たちが犠牲になっていく事件に、その時の当時の刑事がまた当てられるっていうお話になっております。すごくね、あらすじとしてはまだ5分の1も話してないですで、この分厚さなので面白いことがあんまりパラパラとしか見せられないんですけど、こういう風に上下段に分かれている、2段に分かれている本なので、思った以上に時間はかかります。文庫だと確か上下巻に分かれているんですけど、私はね、なかなかこう小さい時、ほんと小学校の時に読んで一回挫折してやっとリベンジすることができたんですけど、サスペンス系警察小説とかが好きな方にはとても面白いと思うので、皆さんぜひ読んでみてほしいなと思います。はい、ということで今週読んだ4冊ご紹介してきました。なかなかね、結構マイナーな作品もありつつ有名な作品もやっぱ多いんじゃないかなと思う。あとは作家さんは知ってても作品は知らなかったなとかっていうのも結構あると思うので、この機会にね、新しい作品の発掘になっていただけたら嬉しいなと思います。はい、ということで、今週の読み合った本のご紹介が終わりましたので、来週読んでいく本のテーマをご紹介していきたいと思います。というものの、今までね、3回、あ行、か行、さ行のミステリーの作家さんでご紹介していきたいと思うんですが、このまま、他行、立ち位置等の作家さんを紹介してもいいかなと思ったんですけども、
ちょっとそろそろ私自身がミステリーこれ以上読むと頭がパンクしそうなので なので今週はあえて久しぶりにジャンルレスでできたいと思います。ジャンルレスっていう風にしたのも、実は私の中でジャンルがどれに該当するのかはわからないみたいな作品が何作品かあって、それで読みたいのが何冊かあるので、それも読みたいなということからこのテーマにさせていただきました。ただ読む冊数は4冊、いつも通り4冊でやっていきたいと思います。ただね、ジャンルレスってしたからなんか暴走して、もしかしたらもうちょっと読んでしまったら、その時はまたお付き合いいただけたら嬉しいです。1週間後の11月8日ですねまでに動画を投稿したいと思いますので、皆さんそれまで楽しみにお待ちください。それではまたどこかの世界線でお会いしましょう。バイバーイ。